れたてのさつまいもだ。わざわざ送ってくれたんだな。これなら美味しそうな料理が作れるわね。姉さんに聞いてみようかしら。おい、姉さん、大量のさつまいもをもらったよ。今夜の料理に使ってみない？おいし、さつまいもかしら。たくさんあるわね。ちょうどね、芋を使った料理にしようかと思っていたところなの。だから助かるわ。とても美味しそうだよね。よだれが出そうだわ。今夜はさつまいもを食べて元気にやっていくわよ。て、姉さん、何つけているの？ネットもとオンラインゲームしてそうな感じがしてるんだけど。これをつけていればあなたの心の中が見えるのよ。最近、マリサに振り回されて疲れ切ってるんでしょ。たまには断ったりしたらいいじゃないの。もう、私の心を読むのはやめて。ニトリったら、とんでもないもんを作ってくれたわね。私からすれば、すごい代物を作ってもらったのよ。唯一、サードアイでは見ることができないあなたの心を読めるんだから。これなら小石のことも監視できるからね。そういうことするのはやめてよ。まあ、それを取れば読めなくなるんだから。悪用なんかしないでちょうだい。それはわかっているわ。それじゃあ、小石。今夜は芋料理にするのは確定。肉じゃがにしようかしら、たまには。肉じゃがか。私それ好き。それでいいんじゃないかしら。その芋を余すことなく使いたいわね。小石もたくさん食べて、おならを出すわよ。なんでやねん。それで歯を買い物に行ってきますね。ねえ、それをつけて出かけるの？さすがに外すよね。もちろんつけてくわよ。サードアイの上位互換みたいなもの。時代は変わったの。自分の能力を凌駕した代物に頼るなんて。はぁ、姉さんが作る肉じゃがうまかったよ。しかももらったさつまいもやじゃがいもも期待通りだったわよ。そうだね。普段スーパーで買うじゃがいもも美味しいけど、今回もらったのは取れたてなんだよね。だからいつも以上に美味しかったわ。それに気づいたんだけど、ここ最近、こういう仕送りというかお裾分けが多い気がするわ。そういえばそんな気もするわね。だんだんと私たち、姉妹の知名度というか信頼や活躍がひしひしと伝わってきたんじゃないかしら。なんだかそんな気がするわよ。それはいいことじゃない。むしろ悪いイメージを持たれて嫌われたら元も子もないもの。私もスーパーの井戸端会議が楽しみなんだわ。さて、小石。次はお風呂？あれ？姉さんどうしたの？急に喋るのやめてさ。しんどくなっちゃった？うっふ、ついに料理に成功したか。どうやら好きを狙うなんて、スニーキングミッションもなかなかのことだよ、まったく。さささのさ？ちょ、いきなりどないしたんや？姉さんの口からそんなセリフ出ないでしょうが。ちょっと。最近のゲームアニメの見すぎで脳内カーニバル状態なのか？何を意味不明なことを言ってるんだね。というかこの者の体は私と折り二つだ。次元を超えれば似たようなドッペルゲンガーとやらが存在するかもしれないのだな。そこでそこの君は何というのだ？この者と関わりのあるやつなのはわかるが。私は悟り隊長というものだ。次元を調査するものでな、いくつかの次元を歩いてきたよ。いつぞやの女子高校生みたいなのとな。この感じだと悟り姉さんではないってことなのかしら。悟り隊長って、次元とか言ってるし、何かしらの原因で別次元の悟り姉さんが来たってことなの？どうやら変わった装置をつけているな。これは何だ？何ができるんだ？あ、それは、私が取り付いたものは何か特殊部隊であったのか。なぜ物騒な装置を身につけているのかが気になる。いいだろう、悟り隊長が調べてやる。おっと何か出てきたぞ。これはチャンネルを操作できるのか？人の頭の中を覗く？夢の中に入る？どうもわけがわからん。私はミッションラウンドの侵入を防ぐバリケードのようなものを作っておきたいんだ。もしやこの装置はその世界に移動できるってのか。どうやら君の心を読めるようだ。名前は小石か。小石隊員。この悟り隊長である私に協力してくれないか。小石隊員。いやいや、隊員も何もあなたの勝手な独り言で進んでいるだけなんだけどさ。隊員じゃないよ。そんなの関係ないのさ。もう君は隊員だ。それにこの装置を使えばいろんなことを知れるぞ。私がセクションしたチャンネルによって次元が出現した。そこへ任務を遂行するために移動しようじゃないか。任務って。我々はサードアイドリーマーズだ。ミッションラウンドを退治し、次元をかける調査隊だ。謎を解き明かそう。かける、じゃなくて、かける、なんじゃ。
に言うぞ。どうやら私はコイシュタインのように体ごと思ってはいけなかった。だが精霊として君を見ているぞ。天の声だと思ってくれ。なんで隊長がそういう感じになってんだよ。しゃあない。それでここはどこなんでしょうか。惑星のジャングルみたいなところだけど。ここはアストロビーク C。チャンネルをいじったところ、出現した。聞いた情報によると宇宙空間と夢の空間の狭間に存在している場所のようだ。そうなんだ。まあ、あの装置を使えば夢の中に入れるもんね。それでこの世界にあなたが言うそのミッションラウンドが攻撃を仕掛けてくるのかしら。任務内容はその通りだ。コイシュタイン、気をつけてそのジャングルを突き進んでくれ。私もいるから安心するがよろしい。はぁ、なんでこんなことに。でもこの人が姉さんの体から出て行ってくれないと、姉さんは現に体を乗っ取られた感じなのよね。どうしたコイシュタイン、まだ一歩も歩み出せてないぞ。ほら、歩むんだ。夢のように。わかりましたよ。進めばいいんでしょう。進めば。こちらセイラン、光線的な異星人と接触した。お、いるじゃないですか。先輩、こりゃあ、この中に紛れ込んだ異物を取り除く作業ですよ。煮えたぎる闘志が私に燃えるよ。コイシュタイン、何者かがこちらに近づいてきているぞ。もしかしたらこのジャングルに潜む敵かもしれん。我々を光線的なものだと認識している。敵が出るとかいにわかりません。どうすれば。見つけたぞ。そこに単独行動する輩がいる。捕まえろー。まあ、待てよ。落ち着いてよ。なんだよ。目の前に敵がいるじゃないか。気づいたらあっという間に逃げちゃう。早めに仕留めておかないとならないぞ。もぐもぐ、落ち着いて。私たちの秘策はあるじゃないですか先輩。後輩である私は先輩のようにせっかち野郎じゃないんです。せっかちで貫き通したらどうにもなりませんって。だってさ、うずうずしてんじゃん。そりゃあ、動きたくなるよ。リンゴ、私は悪いけど、先に行かせてもらうね。いいの？ドレミーさんの指示に従わなくて。それもあるけど重要なものがあるんだわ。それに異物が混入したんだよ。ドレミーさんも想定外だと知って、緊急事態ばかりに我々を送りつけただろう。そうだったんですね。先輩、それじゃあ、目の前にいるあの女の子に注意しなくてはならないじゃないですか。あえて、こんなところが楽園だなんて思われては夢の幕を食い破られる可能性もあるんで。そうだわね。それじゃあ私は行くわ。やい、そこの女の子よ。こんなところに何をしに来たんだ。わぁ、近づいてきたわ。私たち、サークルオブ、ドリームアストロビーク C を管理しているんです。こんなところは現実の人間が立ち寄るべきではないことをここで判断いたしますよ。痛い目に遭いたくなければ、去るのです。ぐぬぬ、邪魔者が出てきたようだ。コイシュタイン、そんな奴らと対戦していても意味がない。ゴリ押しでもいいから突っ切るんだ。ゴリ押し？そんなのできませんよー。だーけ、それでも我々、サードアイドリーマーズだろう。それに君のつけているそのサードアイ、もしかしてこの次元では何か能力が使えるんじゃないか。え？私のサードアイ？でも瞳は閉じているし。我々の忠告を聞けないようだね。女の子よ、痛い目に遭いたいならこちらに来るといい。我々は容赦なんてしないぞ。そうですね、先輩。こんなに素直に立ち去らないなんて往生際が悪いことあらしないですよ。私たちで部外者を追放してやりましょう。この場所から。コイシュタイン、ウサギに引きが襲ってきたぞ。君も立ち向かうんだ。うわぁ。先輩、もぐもぐ。負けて。もぐもぐ。しまいましたね。もぐもぐ。バカ言うんじゃないよ。負けたくせにのんきにもぐもぐすな。あ、これじゃあドレミーさんに怒られるよー。侵入者を追い返すのに失敗したー。コイシュタイン、よくやった。ウサギ2匹はもうボロボロだ。ドレミーと言ったな。奴らの親玉がいるようだ。そいつを倒すことが最終目標だ。そうだね。っていうかあんま出力なかったな。久しぶりに弾幕ごっこをしたかも。先輩、もぐもぐ。どうしますか？もぐもぐ、このままもう一戦、やっちゃいますか？もぐもぐ、ぐ、もう少し体力があればやりたかったわよ。ひとまず、休憩にしない？リンゴさん、セイランさん、あなたたちは下がりなさい。ここは私がどうにかしましょう。この声は、どうやら、不埒なものがこの世界に紛れ込んできたようですね。危うく、夢そのものを砕かれるところでした。まったく、何の用でしょうか。悟り隊長さん、あなたは小石さんをこんなところに案内して、何が目的です？私は、悪意のあることをしましたでしょうか。しかもあの装置がまさかアストロビープシーに参照できるとは、筒抜けでしたよ。そんなことされては、
脅威が出てきてしまって大変なんです。ふん、そんなのは知ったことではないな。ここが原因の場所であるとマークしてきた。ドレリー、君が悪の根源だ。そんな言い訳が全部まかり通るとでも思い上がるな。はあ、これまた私に立てつくとでも。いいですか、小石さんはこんな不器用な人に頼ってはいけません。私、ドレミーはあなたを信用しますから。ふざけるでない。小石隊員、こいつを倒すんだ。じゃないとこいつは悪夢を作っていくだけだ。はあ、私がですか。そのために私はサードアイドリーマーズを結成したのだ。小石隊員、こんなところで裏切るな。君の考えなど、お見通しだぞ。この人の言っている意味がわかりませんね。小石さん、この人は私が預かっておきます。あなたは元の世界へお帰りください。悟りさんも復活すると思うんで。待て、小石隊員、まさか裏切るのか。私自身、よくわからないままこんな場所に。今回でその装置にミスがあったということなので、今後はこの場所をスキャンすることができないようにしておきますので。それでは、悟り隊長、私たちは、あのことを考えておきましょうか。何かよからぬことが起きるのかもしれませんよ。例のプロジェクトもそうです。不穏な出来事が起きようとしている前触れです。だから、下手に彼女らと干渉する必要にメリットなどありません。私たちで、来るべき時のための謎と夢を用意しておきましょう。